アルフォンソ・コルチ・アルフォンソ・ジャコモ・ガスパー・レ・コルチは、イタリアの外科医、解剖学者。ロンバルディアの公爵という高貴な家柄に生まれ、当初さらに後にも解剖学者のアントニオ・スカルパと、マリオ・ルスコーニの弟子となり、1841年に、パビーヤ大学に入学するとバルトロメオ・パニッツァの弟子となった。ウィーン大学で1847年に、 ヨーゼフ・ヒルトルのもとで解剖学で博士号を取得して学習を終えた。ヨーロッパの主要な大学への数多くの旅の間、組織学、解剖学、科学に身を捧げた。特にパリで1850年に哺乳類の聴覚器官の研究を始めた。1851年にはビルツブルグ大学で研究を深め、 アルベルト・フォン・ケリカー教授の研究室で初めて人の内耳の構造を記述した。特に内耳の基本的機関という発見の主役を生み出した。それは今日なおコルチ機と呼ばれている。これらの重要な研究は多くのヨーロッパの学会内で大きな名声を得るに値するものだったので、コルチは会員の資格を得られた。1852年にイタリアに戻り解剖学の研究を続けた。 病を得て、1854年に研究を諦め、引退したカステッチョの別荘で、どう栽培技術に身を捧げた。ありがとうございます。